吉谷さん、人生では交渉が成否を決めることが結構ありますよね。で、私ね、塾生さんで集客とか交渉が苦手なんですっていう方がいらっしゃるんですよ。まあ多くの方は苦手でしょうね。でもその方は家庭を持ってます。奥さんいます。子供がいます。ちょっと待ってくださいと。その奥さんに対してはどういうふうにアプローチしたんですか？お付き合いするときはどうしたんですか？結婚はどういうふうに申し込んだんですか？その他のことは奥さんにどう話してるんですか？ってことですよね。これね、実はね、すべて交渉なんですよね。大好きな女の子を攻略するためにあの手この手でご馳走したり、いい格好したり、かっこいいとこ見したり、そして時にはね、素直に告白をしたりとか、これ交渉なんですよ。で、相手の心がほぐれて信頼関係ができて、この人ならやっていけるかもしれないっていうところに、まあ合意があるわけですよね。でね、このビジネスっていうのは多分結婚相手を探すよりはビジネスは簡単なんですよ。なぜなら多くの方は金稼ぎのために仕事をしてるんですよね。でもそれよりも多分結婚っていうのは難しいんですよ。恋愛関係を維持させるとかね、それこそ10年30年50年永久就職って言葉が昔ありましたけども、まさに基本的には離婚っていうのもありますけども、基本的には結婚っていうのは永久就職をお互いにすることなんですよね。もう他の女の子と付き合わない、他の男性と付き合わない、不定な行いはしない、いつでも決まった家に帰るね、交渉なんですよ。でも勤め事会社事ってのは辞めることができるんですよね。転職とか休職とか、それから離職とかありますよね。でも結婚にはそれが基本的にできないんですよ。だから結婚生活の方が腹くくらないといけないし難しい。ということはですよ、結婚生活を送ってるあなたがなんでそれよりも簡単なビジネスができないんだ、集客ができないんだ、交渉ができないんだ、セールスができないんだってことになっちゃいます。まあ結婚の申し込みって言ってみれば自分の人生をセールスしてるってことですからね。と同時に相手の女性から自分に対して何らかの形でセールスがあったってことなんですよ。セールスって言葉だと分かりにくいかもしれませんけども、魅力的な商品に見えたはずなんですよね。見えてる部分見えてない部分込みで、だからある意味で攻略されてるわけなんですよ、で男女関係っていうのも微妙なバランスが必要になってきますよね。どちらかがいい加減なことをしたりふてくされたり、まあ高飛車になるとたちまち関係は壊れます。お互いに尊重しながら相手を思いやりながら、でも自分の主張も適度にしていくという形で押し引きのバランスを取っていく交渉の連続だと思うんですよね。でそして相手のミスを許したり自分のミスを許してもらったり、そういうふうにして歩んでいくものじゃないかなと思うんですよ。そう考えたら私に言わせればビジネスなんてのは恋愛や結婚ほどは難しくないかなと思います。まあ、もちろんね、モテてしょうがない人はそれこそいつでも彼女はいるよ彼氏はいるよと、でも仕事はいつでも自分のそばにいてくれないよというふうに言われるかもしれませんけども、ちょっとそっちの方が独特なんじゃないですかね。ということでね、やっぱ人生は交渉の連続、何をする時でも自分の思い通りの人生を開いていこうとしたら、目の前にいる人にどう分かってもらうか、目の前の人にどう協力してもらうか、少なくとも自分の目の前の人、力がある人に敵対されてしまったらうまくいかないですよね。自分よりも力がない人に敵対されるのは全く意に介さなくていいんですけども、どうしても目の前の人の力が必要だっていう時にその人が自分に好意を持っていなければ、これはなかなかうまくいかないですよね。ということでね、気に入られつつ交渉、交渉っていうのは相手に気に入られることとか好かれていることがポイントになってきます。嫌われてしまったら交渉は非常に難航すると思うんですよね。不利な条件に貶めないためにも、やっぱりね、誰に対してもいつも心を開いて攻撃的な発言をしないとかね、常に相手を尊重して敬意を向けているっていうのはどうかなと思いますね。まあそういうことができる方に私は速稼塾のね、交渉に応じるそういったテーブルを用意してるっていうことですかね。まあおそらく吉田さんもそうかもしれませんけども、基本的にはお金をどう払ってくれるのかっていうところが最も簡単な交渉ですよね。お金を払えば交渉はいらないわけですから。ということで、能力以上にお金の方がやっぱり人の気持ちを動かしやすいところに返ってくるかなと思います。